皆さんこんにちは、ケアキョウです。本日は辞めてよかったと思う施設の特徴をご紹介していきます。介護業界は離職率が他の業界に比べて高いです。理由は様々でしょうが、中にはブラックな施設に勤めていたから辞めたという人もいますし、また他に移ったら初めてブラックな施設だったんだと分かったというお話もお伺いします。今回は介護職の皆さんからお電話などで伺った辞めてよかったと思う施設のヤバい特徴についてまとめていきます。ケアキョウでは介護職の方にとってお役に立つ情報を毎日配信しています。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。また個別のご相談も受け付けてますので、何かある方は概要欄の LINE までお気軽にお問い合わせください。それでは辞めてよかったと思う施設の特徴を見ていきましょう。一つ目のヤバい特徴は人員が足りていないです。介護業界は人材不足が深刻で、余裕を持って人員を確保している施設はなかなか多くはありません。しかし介護施設には人員配置の基準が定められています。この基準を守っていない場合は人員基準違反となり、業務停止処分などのペナルティが課せられることがあります。こういった基準を守れていないということは、必然的に1人当たりの仕事量は増えてしまい、結果的に事故につながる可能性も高まるので危険です。2つ目のヤバい特徴は人間関係が悪いです。人間関係に悩む介護職の方は非常に多いです。介護職員同士、また他の職種の人との関係性が悪いというパターンもあります。介護職員同士で関係性が悪い場合、いじめやパワハラ、セクハラが行われていることがあります。他の職種の方とはお互いの考え方を尊重し合えず衝突することがあったり、上司がどちらかの肩を持つことで上下関係が生まれるということがあります。仕事柄介護現場ではチームプレーが必要なのに、このような状態ではご利用者さんに適切な介護サービスを提供することが難しくなってしまいます。何よりそのような環境ではのびのびと仕事をすることは難しいです。3つ目のヤバい特徴は利用者さんへの対応が雑、きついです。介護職員による利用者への虐待行為は時折ニュースにもなっています。虐待には暴力を振るうといった身体的な虐待、暴言を吐くような心理的な虐待、必要な介護を行わないという放棄などがあります。これらは絶対にあってはいけないことです。利用者さんへの対応が雑、きついような施設はこういったことが起こる可能性が他の施設に比べて高くなることも考えられます。目のヤバい特徴、精神論が多いです。頑張ればなんとかなるというような精神論が重視されている、よく言われるってことをたびたび伺います。業務量が多く、うまく現場が回らないときに、なんとかならないのはみんなの頑張りが足りないからだといった言葉が繰り返されることがあるようです。本来はうまく現場が回るような仕組みを作る、そもそも人員を増やすといったような工夫が必要なはずです。こういった工夫が行われず、精神論のみ繰り返される場合はブラックな可能性があります。5つ目のヤバい特徴は管理者、経営者に介護現場への理解がないです。介護現場においては介護現場の経験が浅い、そもそも経験がないという管理者や経営者がたびたびいます。そういった方がいること自体は悪いことではないのですが、中には現場のことを全く考えずに利益ばかりを優先する方がいます。そういった方が管理者にいると現場のトラブルを無視、現場に無理難題を押し付けるといったことがあります。どんなに管理者に相談をしても解決しないとなると、介護現場は混乱をし、管理者に寄せる信頼は薄くなっていきます。管理者への不信感が積み重なれば、職員としてはこの施設やばいなとなり、長い期間勤めることも難しくなります。6つ目のヤバい特徴はヒヤリハットが個人攻撃に使われるです。ヒヤリハットは大きな事故を防ぐためにあります。しかしこれが犯人探しに使用されてしまう施設があるようです。ヒヤリハットを報告することで事故報告書のようなものを書かされる、報告すると叱られるという話を聞きました。そうした職場ではだんだんと職員はヒヤリハットの報告をしないようになり、一番の目的である重大な事故を防ぐという目的が果たされなくなります。事故が起きた時にはすでに遅いです。7つ目のヤバい特徴は無資格者に医療行為をさせているです。必要な講習を受講した介護職員であれば一部の医療行為を行うことはできます。しかし例えば人手不足を理由として資格のないスタッフに医療行為を行わせるのは違法行為です。違法な医療行為は利用者さんの命を危険にさらす可能性もありますし、過去には上司の指示で医療行為を行ったことで書類送検されてしまったという事例もあるそうです。医療行為を行うなら必要な講習を受け、また医師
看護師のみ可能な医療行為は当然彼らに任せることが必要です。もし違法な医療行為が常態化しているようであれば、他の施設への転職なども視野に入れる必要がありそうです。8つ目のヤバい特徴は、退勤後や休日に連絡が来る、対応を要求されるです。退勤後や休日は完全なプライベートな時間のはずです。稀に連絡が来ることは仕方のない部分もあるかもしれません。しかし頻繁に連絡され、対応を求められていることがあると、それは問題があります。本来労働基準法では、勤務時間外の労働者に業務関連の連絡をすることは禁止をされていますし、違反した場合は罰則の規定もあります。休日に気が休まらない職場は体や心も休まらないので、これは避けてもらいたいところです。9つ目のヤバい特徴は、サービス残業が常態化しているです。サービス残業しないと仕事が終わらない、退勤できないということが当たり前になっていることがあります。労働基準法では1日8時間、週40時間を超えたら残業扱いになり、雇用する側に残業手当の支払いが義務付けられています。よくある時間外労働としては、職場の仕事着に着替えてからタイムカードをさせる、業務開始前に申し送りをする、業務開始前の掃除が強制されている、業務時間外にイベント準備を行うといったものがあります。サービス残業すればするだけ、本来もらえたお給料をもらっていないことになります。もしその分のお給料をもらえていたら、給料は大きく変わったという人もいます。適切な残業代がもらえるように証拠を残すことも大切です。もちろん程度の問題でもあるとは思いますが、あまりにも長いサービス残業が常態化していたら気をつけましょう。のヤバい特徴は、パワハラ、セクハラ、暴力が日常的です。先ほどの人間関係の部分でも触れましたが、パワハラ、セクハラはあってはいけないことです。これらは起きてはいけないことですし、起きてしまったら当然解決する必要があります。また注意したいのが、職員間のみならず利用者からのハラスメントの問題も深刻化してきており、解決のために国も動き始めています。このようなハラスメントの問題を見て見ぬふりするような施設はブラックな施設です。今回はやめてよかったと思う施設の特徴をご紹介しました。ブラックな施設はなかなか一人では解決することはできません。自分自身が潰れる前に転職などを考えていくことも大切です。人間関係や仕事でのお困りごとなど、何か相談事ありましたら LINE までお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。少しでも役に立ったと思っていただけたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、ベルマークのクリックをお願いいたします。それではまた次の動画で、さようなら。